2001年のロードレース世界選手権2001年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第53回大会である。2002年からは4ストローク 990cc のマシンで戦うモートジッピークラスとなることがすでに決定しており、2001年は 500cc クラスの最後のシーズンとなった。その一方で2001年はバレンティーノ・ロッシが グランプリの最高峰クラスに君臨し始めた最初の年でもあった。学習のための1年間であった昨シーズンを終え、いよいよ強さを発揮し始めて11勝を挙げたロッシに、対し唯一対抗したのは3勝を挙げたマックス・ビアチであったが、それでもロッシには大きく水をあけられてしまう。この二人の戦いを象徴するのが開幕戦鈴鹿で見られた後に物議を醸したシーンである。 ビアジは最終コーナーからの立ち上がりでパスしようとしたロッシに幅寄せし、ロッシはコースアウトして時速 240km という高速でダートに飛び出してしまった。その2周後、再びロッシが第1コーナーの侵入でビアジに挑み、今度はそのままビアジをパスしたロッシは、その直後ビアジに向かって中指を立てて見せたのである。結局このまま開幕戦を制したロッシは、 一度も、ランキングトップの座を明け渡すことなく、最終戦を待たずして、第14戦でチャンピオンを決定した。この年の 500cc クラスのルーキーオブザイヤーには、ヤマハの中野マヤが輝いた。また、鈴鹿でのロッシュの勝利は、ホンダにとっては、グランプリ通算500勝という記念すべき勝利であった。日本人同士の戦いとなった 250cc クラスでは、 ホンダの加藤大二郎がロッシュと同じくシーズン11勝という圧倒的な強さを見せ、アプリリアの原田哲也を抑えてタイトルを獲得した。これら2クラスとは打って変わり、125cc クラスは1シーズンに7人の勝者が生まれる混戦となった。デルビのウイヨイチは最多の6勝を挙げたが、ノーポイントのレースも多く、優勝は3回だったが11回の表彰台という。 安定して、好成績を残したジレラのマヌエル・ポジャーリーが最終戦でチャンピオンを決めた。ありがとうございます。